こんにちは、チョイズムです。今回は2020年セリーグの順位予想を行いたいと思います。よっしゃ、セリーグ、実はね、僕順位予想っていうのはね、前パリーグの時もそうでしたけど、あまりしたくないんですけども、セリーグの順位予想もしたいと思います。今回も同様、シチョリズム勝手にシチョリルールで順位予想を進めさせていただきたいと思います。まあ、シチョリルールというのは、パリーグ見てくれてる方は分かるかもしれないんですけども、B クラスは基本的には何位とか予想しません。もう3位以上だけを予想すると、いうことで、特に B クラスのファンの方、 B クラスのファンの方っておかしいですね、 B クラス予想にしてしまったそのチームのファンの方にいろいろとね、お叱りを受けるのも分かってるんですけども、その中でも6位から4位の差とかっていうのもね、もうあえて僕つけたくないんです。ということで、今回はセリーグの2020年上位3チームを予想していきたいと思います。できました。セリーグの2020年の予想はこちらです。じゃん、よいしょ。優勝はカープ、2位がジャイアンツ、3位タイガースです。いろいろあると思いますが、まあ、これ勝手に僕が予想したチームですよ。こういう順位予想にしたんですけども、まずはね、阪神ですね。タイガース、去年も A クラスに入ったんですけども、ポイントは坊和選手がどれぐらい打つのかなと思って、で僕はあのオープン戦と、キャンプ 見させていただいて、坊和選手のスイング非常にいいんですよ。もしかしたら僕とんでもない数字を残すんじゃないかなっていうふうに実は思ってるんです。でなので、坊和選手が軸となって4番として結果を残していけば、その去年も4番バッターで結構苦しんだんですけども、そこがはまってきて周りの選手が役割分担をしっかりこなせるようになっていくと、当然2位と1位に食い込んでいくと思います。ただね、一つ去年フル回転で非常に活躍したジョンソン投手の穴を他の投手が埋めれるかどうかっていうのが、少しね、こう不安材料として僕は、3位に、本当はね僕に、もしかしたら1位はあるかなと思ったんですけど、どうしてもね、そのジョンソン投手が抜けた穴っていうのがね、最後までこう抜けなくてね、でも A クラスには来るかなということで、まずはタイガースが3位、そして2位、ジャイアンツ。ジャイアンツファンの皆さん、昨年優勝したのになんでかっていうようなことを言われるかもしれないんですけども、それはね、後でちょっと説明させていただきたいんですけども、ジャイアンツ今年、なんと言っても菅野投手の復活、菅野投手が昨年、本当にね、誤算した中で優勝したんですけども、菅野投手が今年復活して確実に、ローテーション回って勝つだろうということを僕はね、確信してるんですけども、ジャイアンツは僕はね、中継ぎ陣、先発もそうですけども、投手陣が少し手薄なんじゃないかなと思ってるんです。だからエースに頼りすぎてしまって他の試合を拾えていけない可能性があると、そこが唯一僕の、勝手にですけども、ジャイアンツの不安材料で、あとはですね、ジャイアンツはもう野手陣のパワー、これはもう多分12球団の中でもトップクラスで、特にセリーグではね、B クラスにしてしまったドラゴンズのね、打つ方が本当に素晴らしいんですけども、ジャイアンツもその野手陣で言えばホームラン、
そして若い選手が走れるというこのバランスの中で非常にいいと。ただこの投手陣ですよね、投手陣に少し不安があるんじゃないかということで、昨年は優勝したジャイアンツを僕は2位に予想しました。そしてなんといっても1位は僕はカープで、カープはですね、もう僕はねこれです。森下投手、これルーキーのね森下投手なんですが、僕ね去年、何気なく野球の試合がない時に CS 見てたんです。でちょっと明治のねいいなんかピッチャーな、どんなボールかなって1球だけ見て変えようかなと思って1球だけポンと見た瞬間、わーみたいな、何このピッチャーって思って見てたのが実はこの森下投手だったんです。すげえボール投げるな、これ絶対プロ行ったら勝つだろうなと思ってたら、案の定カープが一本釣りで、実際にこのオープン戦など見てたら、もう僕ね森下投手は新人王大本命で、もう僕はほぼ取ると思ってます。それぐらい森下投手の実力で、プロで1年目から2桁以上必ず勝つんじゃないかなっていうのを僕予想してるんですけども、じゃあ森下一人で勝てるのかと、そういうわけじゃないと思うんです。カープには絶対的エースジョンソンと大瀬良で、この2人がいて、野手陣のバランスはもう12球団でももう本当トップクラスということは、まああのパリーグのファイターズと非常に似てるんですけども、野手陣のバランスがいいので、バランスがいいということはナビが少ないということは、この先発ピッチャーがしっかりゲームを作っていけば中継ぎは力ありますし、の勝ちを拾っていくんじゃないかということで、僕は今年の優勝予想はカープというふうに予想しました。まあいろいろね、言ってきましたけども、まあ僕もね本当に悩みました。特にまあセリーグのポイントとなったのは僕はベイスターズです。でなぜベイスターズ迷ったかと言いますと、やっぱり筒香嘉智の穴は大きいんじゃないかと、そして東投手のね怪我が大きいなと。東投手一人がローテーション回れないというと、まあ、その他の選手がそこを補わなきゃいけない、でその差が少し大きいような気がして、まあ、ベイスターズが A クラスにもしかしたら今年入れないんじゃないかという予想。そしてですね、ドラゴンズもこれ迷ったんですよ。まあバッティングはねセリーグで、まあ、去年もそうですけども打ちまくって打のチームではあるんですけども、投手陣ですよね。若い先発ピッチャーがやっとこう育ってきてはいるんですけども、柳投手もそうです、去年ね2桁勝って本当に育ってきてはいるものの、このチームと比較した時にその若い投手陣がねじ伏せていけるかというと、少しまあ足りないかなというので B クラスに予想しました。でヤクルトもそうなんです。もう本当に大物 大リーガーね、 J リーガーじゃないか、大リーガーを獲得したんですけども、投手力がなんといっても、足りないんじゃないかなということで、まあ、B クラスということでですね、まあ僕のセリーグ予想はこうしました。まあこれはね勝手にですよ、僕が勝手に考えてることですから、これはもう全然合ってないものかもしれないんですけど、ただまあいろいろ僕なりにはね考えて予想しました。ということで、まあ2020年これからね開幕が始まると思いますけども、こんなね僕の予想は信じるか、別にね文句言われてもいいんです。いろんなねコメント多分来ると思いますけども、まあこんな感じで僕も予想しましたけども、2020年ファンの皆さんとセリーグを一緒に楽しんでいければいいと思います。ということで2020年の大事なとこ書きましたけど、セリーグ予想はこうなりました。今年もプロ野球をみんなで盛り上げていきましょう。完璧でしょ。外れたら何かしてくれるんですか。
なんか罰ゲームとかあるんですか？外れたら？外れたら、あ、外れたねって。だってただでさえこれね、 A クラスに入んなかったチームの皆さんからはいろいろ言われてるわけですから、いいじゃないですか、みんなで応援しましょうよ。坊主にする、いや坊主にはできないでしょ、それ僕高校時代一番ラッキーなやつだったんだから。負けてなんかあのやらかしたやつ坊主とか、俺坊主だからどうすんだろうなと思いながら、皮剥がれんのかなと思いながら、解説者としてそのキャンプとかいろいろオープン戦見させてもらって、あー俺の目見る目なかったなとか、あーここは合ってたんだなみたいなのを照らし合わせるのも解説者の結構楽しみでもある、ね、